来出 end， 然后之前影片都没设好，都没有设到高画质，这样看一下看看。物語を始めましょう。旦那様、おむつを取り替えましょうか。嫌ですよ、お父さん。何のためにロボットがいると思ってるんですか。それは何の歌ですか？お父さんの大切な人が歌ってくれた歌よ。懐かしいわ。何もかもなくしてしまった私たちの学校にね、ピアノを寄付してもらったの。それをお父さんが弾いて、あの子が歌ってくれた。感動的なエピソードですが、妻子应该是水菜魔。ポンコツはロボットへの別称です。訂正を要求します。こんなやりとりも懐かしいわ。テレビをつけて。
年を取ってからどんな苦労をするかなんて、年を取ってみるまでわからないものね。エデンの運用が明日で終了します。エデンはフロート移住構想の出発点となった島で、すでに役目を終え、現在は使われていませんでした。老朽化のため立ち入りを禁じられ、再利用も困難なため、明日海に沈められることと。懐かしいわ、あの子はまだあそこにいるのかしら。だったのに、こんな時だけずるいわ。果然是水菜母。私に遠慮することはないわ。この60年間、あなたの心の奥にはいつもあの子がいた。けれど、それで私は幸せでしたから。あの子を大切に思っているのは、あなただけではないんですよ。愛に行くんですね。かしこまりました。
なたは誰？夏樹さん。このイメージだとおしゃべりしづらいので、おじいちゃんの姿の方が良かったですか？私は何年経ってもこの姿ですよ。そのように作られていますから。まだそんな低性能な足をつけてるなんて。でしょうね。何せ私こう見えて高性能ですから。むはーん。
应该结束了，初恋的就是这样吧。最后老师见到阿托里，夏月さん、まずは何からしますか？いくつになっても甘えん坊なっちゃんですね。阿托里直接出来了，这是结局的那个吧？一緒に思い出を振り返りましょう。